格闘技が一番大事なんで、自分にとっては俺が出ないといけないなと思いました。今回も自信ありますね。ライバルとは思ってないですけど、負けられない戦い、言いたいことをバンバン言っていこうかなと思ってますけどね。他前ぐらいだとどういう、あ、でもワクワクしてますけどね。はい、まあすごく悩んだんですけど、やっぱりそのライジンの評価って結構地上波の時に評価されると思ってるんで、まあ、そこはちょっと俺が出ないといけないなと思いました。責任感って部分が、まあ、そうですね、はい、あ、そうですね、小学校から空手とかやってたんで、はい、見てましたね、家族で、はい、マサトさんと吉藤選手の試合って大晦日でしたよね。あれはめっちゃ残ってますね、印象。はい、そうですね、人生何があるか分かんないですね。そうなんですよね、なんか注目度が高ければ高いほど勝つ、ここ一番が強いと思うんで、まあ、今回も自信ありますね。まあでも認めないといけないですからね、普通に。まあその実力はお互いあると思ってるし、ライバルっていうか、まあ今回俺が超えていきますけどね、普通に。だからライバルとは思ってないですけど。残念な気持ちとか。いや別に全然ないです。全く。はい。もう別にまた斉藤選手という。まあ分かんないですね、クレブル選手どうなってるのか分かんないんで。だって大晦日も出ないようだったら、なんか関係性に問題があるんでしょう。まあ、だからまあその辺はちょっと分かんないですね。まあでもやりたいはやりたいですね、クレブル選手とベルトよりも。はい。まあでも負けられない戦いなんで、まあそこのなんか試合の展開というよりは、その人間のドラマ的な部分を見てもらいたいなって感じです。僕的にはまあその試合の攻防ももちろんそうなんですけど、負けたら結構なものを失う2人が戦ってるっていう、その辺を見てもらいたいですね。なんか開示的な、失ったら終わりみたいな。まあ終わらないんだろうけど、結構失うものはでかいと思うし、そんな中で一応ライジンではトップの選手2人が戦って、まあその常人とはかけ離れたその攻防も見れるし、身体能力も見れるだろうし、そこをひっくるめて楽しんでもらえたらなと思いますけどね、はい、あでも勝率はちょっと取りたいですね、まあ、過去最高いきたいなと思ってますけどね、自分の中で。でもやっぱり知名度もどんどん上がってきてるし、毎年、まあ僕が一番取れるんじゃないですかね、おそらく。始める前からここまでは想定してなかったですけど、やっぱやっていくうちに、まあ想定内の伸びかなと思ってますけど、はい、もっともっと伸びにしろもあるか、どうすかね、まあ、難しいですよ YouTube は本当。最近すごい感じてます、すごい影響力がついてきて、なんか当時の僕とちょっと変わってきてる感がしてて、まあ、そこが葛藤っすね。一つもっと、まあ、昨日も動画ちょっと炎上させるための動画を上げたんですけど、まあ、本来の自分ってそういう俺だったよなみたいな感じで、まあ、言いたいことをバンバン言っていこうかなと思ってますけどね。なんかちょっとこうイメージをいろいろと考えたりとか、そうそう、なんかイメージとかもそうだし、影響力がついてきたから、まあ、言っていいことと言ってはいけないことを、まあ、選ばないといけないと思ってたんですけど、まあいっかって感じで。それが俺だし、なんか正直に言うのが俺だったんで、まあ何でもかんでも言ってやろうかなと思ってます今。原点回帰だって自分らしさを、はい、100億円を超える事業を生み出したいですね。具体的なこうプランとか何か。あ、もうやってます、いろいろ、はい、会社8個ぐらいやってるんで、そのどれかが当たればいいかなって思ってます。見せていただける。もちろんです、もちろんです。格闘技が一番大事なんで、自分にとっては、うん、まあ今日僕を知ってもらった方もいると思うんですけど、まあ、大晦日、絶対に勝ちますんで、よかったら応援してください。